荒井圭介です。神戸市兵庫区の、平野のあたりまで解体現場なんか何かこう解体しなきゃならないところとかないかなと思って、撮影しに来ました。こちら菊水橋なんですけども、ここのすぐ横にあるグランド、こちらの方ですね、もうだいぶ長い間放置されてるみたいです。で、あのネットもああいう風にもう破れていて、で、まあ、こちらの方もですね、ああいう風な状態で破れてますね。まあ、放置されてるんで、この土地もまあ有効に活用できたらとか考えたりもします。あちらの建物なんか古そうですね。一気に、まあ、このまま平野まで歩いていきながら解体した方が良さそうなところっていうのをね、探していきたいなと思います。まあ、あちらの方も壁、家の横にこう鉄が入っていて、まあ、誰か、まあ、人が住んでるみたいですけどね、赤い熊となっていて、この辺をまっすぐ歩いていったら右手の方に家庭裁判所があってっていうところなんですが、あ、もうすぐありますね、ここ、アパート、もうかなり古いですね。今でも崩れそうで、もう差し支えがなさそうな、今ちょっと向こうの筋の中入るかなとかさっき言っとっていただいたんですけど、横入って入りながら進んでいきます。ここですね、結構亀裂等も入っていて、まあ、こういう、まあ、木の扉ですね、長い間放置されてるんじゃないですかね。まあ、この辺もそうでしょうし、まあ、ここだったらまだ重機とかね入ってこれそうなところですね。小さなスペースの家、ここも多分放置ですよね。やっぱりね、ちゃんと放置されてるところを解体していけばスペースって簡単に作れるし、やっぱりこの辺だったら都市ガス引いてますからね、水道線とかそういうところをしっかりと活用するっていうのは、まあ無理のない開拓だと、開拓するよりも無理ない。あ、ここもちょっと亀裂すごいですね、家の横。まあ、住んでる方いらっしゃるんですけど、ここの横も亀裂。まあ、大震災の後、そのままというところでしょうね。まあ、ちょっと構造がどうなってるか分かりませんけど、まあ、けど洗濯物出てませんね。こちらは車が止まってるんで住んでる方いらっしゃるかもしれませんが、こちらも、まあ、相当古そう、まあ、亀裂をペンキ塗ったりして何か所かね、跡が浮き出てますけど、まあ、古さで言ったらこのところもそういうような古いところですね。まとまってじゃあね、解体しなきゃならないとこ積み上がりますから、あ
ある程度、完全に空き家になっているところから解体していけばいいと思いますよ。自信があってもハイウェイだったらそもそも怖いでしょうね、本当に。まあ、こちらの水ちょっと入りましょうか。あるかね、それもします。兵庫区下三条一丁目ですね。こちらの亀裂のタイプも入っていて、こちらもまあそんな感じですね。この筋入りましょうか。相当古いですね。まあここはこういう風な建物で多分放置されてると思うんですけどね。表札も見当たらないし、この辺もこちらはね、綺麗に建て直しされていて、まあ、こちらの建物もこれももうすごい亀裂。あちらですね、茶色い屋根の、まあ洗濯物出てないので放置だと思いますね。まあ、こちらもそうですけども、人が住んでいらっしゃると思います。こちらはガソリンスタンドで、その向かいですね、あちらの方、あの建物も古そうですね。シャッターがあるところのその奥ですね、まあ、シャッターがあるところもそうですけども、まあ、古くなって、ほったらかし、まあけど、外に洗濯物出てるから誰か住まれてますね、これは。で、あちらの建物ですね。緑の、ヘアソロンで、ちょっとだけ数字入ります。その建物がちょっと気になったので、あの建物もあの横の亀裂、横壁亀裂がすごくて、まあ多分これも放置でしょうね。あの気配的にね、こう見て、古いアパートばっかりで、まあ、この辺りが平野の商店街ですね。このアーケードがある通りもそうなんですけども、まあちょっと角曲がって左手の方行くと結構老朽化した建物があって、
で今あそこの工事現場されてるその奥のところ、昔アーケードの商店街があって、こう奥にですね、でまあそこはだいぶ老朽化していたので解体してもらったり、もうこの方、そうですね、新しくマンションが建ったあたりですかね。早いですね、解体終わった後もういつ何かマンションが建っていて、この辺りとかももうね、だいぶ老朽化してるんですけどね。まあ平本とかまああの角のバラックのところもそうですし、まあその辺はまだ使えそうですけど。結構ね、神戸市内でもちょっと歩いたらこう、ね、バラックの建物って結構まだまだあって、まあここ、だいぶ前から閉まってるシャッターのお店、まあ、あちらをどう判断するかですね。もうだいぶ前からシャッターがいいんですけど、まあこちらもそうですね。この辺りまではね、あの壁を見た感じ亀裂入ってないのでまだ大丈夫だと思います。ただもうこの辺りとかも本当に古くて、ここもですね、もう上の方でも建物見たら、でこの 奥もね、結局バラックでこんな状態、まあ、向こうの方も古いですね。人が住んでるのかどうか、その住んでなかったらっていうところで判断したらいいと思いますが、これ向こうも亀裂入ってますね、上の方。ここもですね、表札がないんで多分もう一つ住んでらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけど、亀裂亀裂、あもうこのアーケードの通りのところももう向こうもね、亀裂だらけの建物、こちらも、亀裂、まあ、このアーケードの横がね、こうずっと、でちょっとね、信号渡って向こうの方行ったことないんで、向こうの方もちょっと見てみたいなとは思っています。どうなってるのか、あとはまあこの、まあ、昔からあるペンギンスポーツさんのところですね、その隣とか、まあ、だいぶ古くなってるなとは思います。まあ、そういった中でああいったあの綺麗な立派なお家が建ってたりとかもですね、まあ、あとは向こうの方ですね、側面が白い、建物、その奥ですね、その横が、バラックで、そこから隣隣と3軒4軒ほど、まあ、だいぶ老朽化してますね。あとそこの天皇園芸って書かれてる建物、そちらも側面見たらもう亀裂だらけですね。まあ、ちょっと信号変わるまでフィルムもったいないので、というかあの時間がもったいない、ちょっと全然なんかします。